いいですか。お願いします。はい。それでは新型コロナウイルス感染症の発生についてご報告いたします。昨日2月13日医療機関経由の民間検査機関および徳島県立保健製薬環境センターの検査により2名の新型コロナウイルス感染者の発生が確認されました。県内では426例目となります。それでは感染者の概要をご説明いたします。なお公衆衛生上の観点からお住まいの市町村名を公表します。まず425例目の感染者について、年代は70代男性、徳島保健所管内藍住町在住の方であります。職業は無職です。続きまして426例目の感染者について、年代は60代男性、徳島保健所管内北島町在住の方であります。職業は無職です。感染者の発症日や症状、行動歴につきましては記者の皆様のお手元に配布の資料をご参照ください。なお現在お二人とも新型コロナウイルス入院受け入れ医療機関に入院調整中であります。また現時点での濃厚接触者についてですが、425例目の方は知人7名、426例目の方は同居のご家族2名となりますが、この2名につきましては本日の検査ですでに陰性が確認されております。なお現在継続して積極的疫学調査を実施しているところであります。プライバシー保護の観点からぜひご配慮をお願いいたします。先週の金曜日の対策本部会議でもご紹介をいたしましたが、県や全国知事会からの数度にわたる提言を行ってきた結果、新型インフルエンザ等対策特別措置法、また感染症法の改正がなされまして、昨日2月13日から施行となっております。そこで感染症法について改正のポイントを改めて少しご紹介をさせていただきたいと思います。こちらになりますが、改正感染症法では積極的疫学調査の実行確保のため、患者などに対し調査への協力必要であればその命令ができること、また命令を受けた者が正当な理由なく質問に対して答弁をしない場合、あるいは入院勧告措置に対し正当な理由がなくその措置に応じない場合、それぞれ過料の措置というのが新たに規定をされております。また宿泊療養、自宅療養を法的に位置づけ、協力要請の規定も新設をされております。そして一方、この規定された内容につきまして、その必要性をぜひご理解いただきたいというところでございまして、今回新たに措置が設けられました積極的疫学調査につきましては、また健康観察と合わせてになりますけれども、感染経路の究明、感染拡大の防止、そしてクラスターの早期封じ込めと、こういった意義があるところでございます。また入院勧告措置につきましても、感染症の蔓延防止、そして重症化リスクの低減というところに意義があるということでございます。過料の運用というのは慎重に行うべきというふうにされておりますので、ぜひこの新たな法改正がなされた必要性意義というものを県民の皆様方にご理解をいただきまして、ご自身の安全、そして周りの大切な方々の安全を守るためにぜひご協力をお願いしたいと考えております。また常々申し上げている感染防止の対策でございますが、県民の皆様方にはいつ誰が感染してもおかしくないとお考えいただき、外出時のマスクの着用、3密の回避、手指消毒、うがい、また家庭内での
部屋の換気、共用部分の消毒など、基本的な感染防止対策の徹底を改めてお願いを申し上げます。そしてもう一点、これも繰り返しお願いをしていることでございますが、感染者ご本人、あるいはそのご家族、あるいは医療従事者の皆様方に対し、いわれのない誹謗中傷、あるいは心ない発言などは絶対にやめていただきますよう、改めてお願いを申し上げます。例えば、検査を受けただけで危ないんじゃないかとか、あるいはお付き合いを避けるといった反応は、行き過ぎた反応と言えると思いますし、まして検査を受けて陰性となった方のご家族に対し、危ないんじゃないかという姿勢で接するということは間違った対応であると考えております。感染予防には十分ご注意をいただきたいんですけれども、同時に冷静さを忘れず、正しく恐れるということをぜひお願いいたしたいと存じます。私からの報告は以上です。よろしくお願いします。では、本日から何点かお伺いいたします。はい、まず症状の程度をお二人とも症状はお二人とも軽症です。で1時にいただいたファックスでは、多症列の関連調査中とあるんですけど、はい、これもまだ調査中。お二方とも調査中です。じゃあ前によって浜病院のクラスターとも今のところは関係してないと思います。はい。はい、で次にこの70の425例目の方も、はい、426例目の方も施設を利用されてるんですけど、これどういった施設なのかというと、はい、まず425例目の方、施設2つ利用されてます。屋内施設 A と屋内施設 B でございますが、屋内施設 A は濃厚接触者となった知人7名の方と一緒に使用をされていた施設のようでございまして、毎日1時間程度そこに集まってマスクなしで会話をしておられたというふうに伺っております。一方でこの集まっていたメンバー以外の方は利用はされてなかったというふうに伺っておりまして、接触した人はこれらで全て特定されているという状況です。また2月13日屋内施設 B を利用されていますが、こちらにつきましては従業員の方お二人とマスク着用ありで会話をされてはおりますが、お互いにマスクあり、そして距離も取っていたというふうに伺っておりまして、それ以外の方との接触はなかったというふうに伺っております。それから426例目の方、この方は2月5日に屋外施設を利用されております。知人3名と利用されていて、屋外施設ですけども、さらに利用中もマスクは着用をしていたというふうに伺っております。そして屋外施設ですが、受付などはありますけれども、そこでの消毒の実施ですとか間仕切りの設置などの感染防止対策は講じられていたというふうに伺っております。接触した人は特定されているという状況です。以上です。425例目の方は毎日1時間程度集まって使用する屋内施設、どんな性格の、なんか娯楽施設なのか、娯楽と飲食などは多分しておられないと思います。はい、どういった内容か。そうですね、ご近所の方々と、毎日決まった時間に集まられていたというふうに伺っています。スポーツとかそういう、スポーツというか会話と伺ってますね。毎日1時間程度会話をしていた。じゃ歌とかでもない？ではないと思いますね。はい、そういうのが。じゃあ、その次7人の人が、そのメンバーだったっ。そうですね。わかりました。他の社の皆さん、質問どうぞお願いします。はい。すみません、社の新人です。症状2月6日にそれぞれ出てから、はい、結構
感染、あ、その受診されるまでの期間がなかったと思うんですけど、はい、その症状出てから受診されるまで、はい、何やら症状とかはい。では流れを順次申し上げますと、まず425例目の方、2月6日が発症日でございまして、この日に咽頭痛、喉が痛いという症状が出ています。で、7日8日もその症状がありましたが、9日には自然に治ったと。で、10、11も特に症状がなかったということですが、2月12日に、37.8度の発熱、また2月13日も同じく 37.8 度の発熱と咽頭痛があり、その日に医療機関を受診をされ、そこで抗原定性検査、簡易検査ですけど、をまず実施されて陽性となりましたので、確認のため改めて県の PCR 検査を受けられて、そちらでも陽性ということで、ここで確定としております。で、426例目の方ですが、2月6日同じく発症でございまして、頭痛と全身倦怠感があったと。で、7日8日も同じ症状ですが、2月9日には自然に治ったと。で、10日も同じく症状なし。で、2月11日に 37.7 度の発熱、2月12日 38.0 度、その2月12日の時点で医療機関を受診をされ、医療機関経由の民間の検査、PCR 検査を実施をされ、2月13日に陽性が判明し、そこで確定となっております。以上です。質問のある方さんいらっしゃいますか。はい。25例目の内施設の A、はい、はい。イメージとしてはそういうものを思っていただいていいと思います。そこで公共交通機関に利用してるとか、は伺ってはおりません。自家用車ですね。はい。よろしいですか。はい、ありがとうございます。最後に6指標、はい、では申し上げます。6指標です。まず1つ目、直近1週間2月7日から2月13日までの間の新規報告者数は31名です。で、2つ目の指標、前の1週間と比べて多いか少ないかは多いとなります。ちなみに前の1週間は10人でございました。3つ目の指標、感染経路不明割合は31分の2で 6% です。ちなみに感染経路不明の2件は398例目と422例目です。4つ目、病床の逼迫度合いですが、病床全体は確保病床200に対しまして、入院調整中の方を含めて41ですので、200分の41で 21%、 うち重症者病床ですが25分の2で 8% となっております。5つ目、療養者数ですが、入院調整中の方含めて41、宿泊療養3名ですので合わせて44となっております。6つ目、検査の陽性率ですが、852分の31で 3.6% です。以上です。すみません。はい。425例目の、はい、知人、濃厚接触者の知人7人は、はい、これから検査です。これから検査です。ありがとうございます。はい。